ロンドン警視庁特殊犯罪化シリーズは、ベンやアーロノビッチによるファンタジー小説のシリーズである。2011年から刊行され、2020年2月の段階では8長編と2中編が公開されていて、うち4長編が日本語訳されている。ロンドン警視庁特殊犯罪化シリーズは、現代のロンドンを舞台とし、魔術をまた歴史改編 SF の側面も持つ。 ロンドンの地理や風俗が織り込まれ、指輪物語、ハリーポッターシリーズ、氷と炎の歌などの他の魔法ファンタジーなどが、ジョークの種として言及される。シリーズの世界は、表面的には、現実世界と何の違いもない。だがその裏には、魔術、吸血鬼、妖精、川の神々などの超自然的存在があり、ごく少数の人々には知られている。偉大なる科学者。 アイザック・ニュートンは魔術を体系化した人物でもあり、彼以後の魔術師はアイザックスとも呼ばれている。第二次大戦では、両陣営とも魔術師を動員した、殲滅戦を戦ったため、戦後に魔術師の数は大いに減じた。だが大部分の人々は、そのような歴史も現在も残る、超自然的な存在も知ることはない。ロンドンで起きる奇妙な事件は、 特殊犯罪家に回され、真っ当な警官は常識的な事柄しか報告書に書かない。特殊犯罪家は100年以上を生きる最後の魔術師一人によって運営され、魔術はやがて消えていくものであると多くの人が信じていた。だが、突然に奇妙な犯罪が増え、特殊犯罪家は50年来で初めての新人会を加えることになり、魔術師の弟子として、 訓練を受ける。主人公のピーター・グラントは労働者階級の出身で、黒人の血を引く、見習い警官である。ピーターはあまりに世俗的な川の神々、妖精、吸血鬼、トロール、ドリュアスなど、超自然的な存在とか変わりながら、魔術の訓練を受け、恐るべき犯罪を解決しなくてはならない。シリーズでは、建築やジャズのうんちくが上舌に語られ花を添える。 このシリーズの一方の主役はロンドンであり、その名所や歴史が愛情を込めて描かれる。2019年にリリースされた中編オクトーバーマンはドイツを物体とし、先立つシリーズと同じ世界で、ピーター・グラントと同様の立場の警察官のトビアス・ウィンターを主人公とする。深刻化されたテムズ川の父本シリーズでは、テムズ川の神々が大きな役割を果たし、 第一作の現代は、リバーズ・オブ・ロンドンである。川の神々は水を操るなどの超自然的な力を持つが、実体は普通の人間である。上流を支配する、オガミの蝶は2000歳ほどのブリトン人であり、下流を支配する、女神の蝶は、数十年前に、ナイジェリアから移民した黒人であり、一度は、テムズ川に身を投げた元看護婦である。 彼らは生活を楽しみ欲望に溢れ人間社会の中で生きる。多くの移民を抱え多民族社会となった現代のイギリス及びロンドンが仮想階級の出身で黒人の血を引き人種的なマイノリティである主人公の目から皮肉を込めて描かれる。古き良き大英帝国の上層階級出身の魔術師は現代の風俗人種的な多様性。 近代的なテクノロジーに戸惑う。テムズ川上流の神々が古いイギリスを代表する白人である一方で、汚染された下流の神々が移民の黒人であることは象徴的である。魔術を振るうには特殊な才能が必要であり、長年の修練によってより高度な技を身につけることができる。魔術の知識はかつて、 アイザック・ニュートンによって密かに体系化され、魔術書が残されている。魔術の多様は脳に損傷を与え、やがて脳が萎縮して死に至ることもある。魔術は脳の現代的な代替物である、マイクロプロセッサーにも大きな影響を与え、魔術が使われると周辺の高度な電子機器は破壊されることが普通である。魔術が使われた対象や場所には痕跡ウエスティギアが残り、 魔術師はこれを嗅ぎ当てることができる。1970年頃から理由は不明ながら魔術師は若返り、年を取らないようになっている。日本では早川書房が4長編を出版している。ロンドン警視庁の見習い巡査、ピーター・グラントは、さほど優秀でもなく、希望する、殺人家ではなく事務処理の職場に配属されそうになる。だがピーターには幽霊を感知する能力があることが、 わかり、特殊犯罪化に回される。ここでピーターは100歳を超える魔術師であるナイティンゲールを上司とし、魔術師としての訓練を受けることになる。ピーターは2つの件を解決しなくてはならない。人に憑依して殺人鬼に変えるものを突き止めること、テムズ川の神々の間の争いを調停することである。イギリスに伝わる人形劇パンチとジュディがモチーフとして使われている。 前作の後、特殊犯罪家に勤める巡査であり、魔術師の弟子であるピーター・グラントは、ロンドンの歓楽街総方地区に呼び出される。クラブの地下のトイレで、魔術に関連すると思われる男が局部を派で、食いちぎられた死体として見つかったのである。同時に、引退した著名なジャズミュージシャンの父親を持つピーターは、多くのジャズミュージシャンたちが演奏直後に休止し、そこには、 魔術の痕跡があることに気づく。死んだジャズミュージシャンたちの周辺には怪しい魅力を持つ女の姿がある。両方の事件の背後に、なぜか顔を知られることのない邪悪な魔術師の姿が浮かび上がる。ジャズのうんちくが上舌に語られ、作品のモチーフとなっている。ロンドン地下鉄のベーカーストリート駅の構内でアメリカ人の若い学生が刺されて殺され、そこには 魔術の痕跡が残る。ピーター・グラントは顔のない魔術師の捜査と並行して鉄道警察や FBI 捜査官と共に学生の殺人事件を捜査するうちナイティンゲールでさえ知ることのなかったロンドンの地下に隠れた迷宮の秘密にたどり着き被害者やその周辺の人物の祖先の歴史を知ることになる。ロンドンの地下を縦横に走る地下鉄のうんちくが語られ 作品のモチーフとなっている。ロンドン郊外で顔のない魔術師に関係した人物が交通事故を起こし、車内から血痕だけが見つかる。やがて森の中で顔を散乱で潰された女性の死体が発見される。都市計画担当の役人が不可解な飛び込み自殺を遂げ、忌まわしい魔術師を盗んだ金庫破りが体の内側から焼かれて殺される。 すべての事件が顔のない魔術師につながり、ピーターは同僚レスリーと共にドイツから亡命した著名な建築家の設計した高層住宅空中庭園に行き着く。レスリーが顔のない魔術師の側に寝返る。一時は建築家を志したピーターの口から建築のうんちくが上絶に語られ、作品のモチーフとなっている。イングランド西部にあり、ウェールズとの境界地方にある。 ヘレフォードシャアの田舎で二人の少女が同時に行方不明になる。当地に住む引退した魔術師が無関係であることを確認するために、ピーターはロンドンを離れて調査に赴く。ピーターは地元の警察に協力して捜査に加わるが、やがて美しい田園地帯の裏側に隠れた秘密に気づく。シリーズを通して初めて舞台はロンドンを離れる。 舞台は再びロンドンに戻る。ピーターは麻薬過剰使用による女子高校生の開始事件に巻き込まれた台湾の娘の権威を晴らそうとする。やがて謎の魔法文書が事件と絡んでいることがわかり、特殊犯罪家を含むロンドン警視庁、代々魔法を伝えてきた貴族、アメリカの魔法集団、そして顔のない魔術師が文書を手に入れようと競い合う。 ピーターは顔のない魔術師の正体につながる手がかりを得る。フォックスグラブサマーとザ・ハンギングツリーの間に位置する中辺である。朝、ロンドン市内に向かう地下鉄、メトロポリタンラインに次々と幽霊が現れ、ピーターとジャゲットはアビゲールと共に調査を始める。沿線の郊外の家では多数の狐が不審死を遂げる。幽霊と会話したピーターは、 若い女性が誘拐されたことを知り、地下鉄の終点駅近くにある、かつて幽霊をコレクションしていた魔術師の家に向かう。ロンドン警視庁は、正式にチームを結成して顔のない魔術師を追うが、関連人物は次々と死ぬ。なぜか顔のない魔術師とレスリーは、ロンドン市内のローマ時代の遺物を収集していることが、わかる。二人を追っていたピーターは逆に誘拐。 監禁されるが、モリーのごとき妖精の監視人を味方にして逃亡する。ピーターはミスターパンチと協力し、ロンドンを大混乱に陥れようとする企みを阻止する。レスリーは顔のない魔術師を殺し、逃走する。シリーズと同じ世界でドイツを舞台とし、ピーターと同様の立場の警官トビアス・ビィンターを主人公とする中編である。ドイツでも、 イギリスと同様に魔法による犯罪が増加しつつある。トビアスとその死だけが魔法を扱う部署に属し、トリーヤで起きたワイナリー絡みの異常な殺人事件の捜査のために派遣され、地元の女性刑事のバネッサ・ゾマーと事件の解決に当たる。二人は地元の川の女神と出会い、魔術師の亡霊と戦う。事件解決後、バネッサは魔法の部署に誘われる。かつて、 エーダラブレスとチャールズ・バベッジが密かに発明した強力な魔法機関をめぐり、これを再現しようとする奥万長者と阻止しようとするアメリカの図書会員と呼ばれる魔術師たち、さらに別の勢力がロンドンで暗闘する。身をもナビバリーを抱えるピーターは奥万長者の会社に潜入して闇の世界からの侵入を防ぐ。二0十九年四月、イギリスの制作会社ストーリン・ピクチャーが シリーズのテレビドラマ掛けを得て企画中であると発表された。ありがとうございます。